どうも、オマールヤトルです。皆さん、2023年明けましておめでとう。2023回目の冬がやってきました。この世界に。いや、2020年もね、いろんなことがありましたよ。世界でいいこともありましたし、悲しいこともありましたし、悪いこともありましたし、悲しい、辛いこともありまして。そんなね、2023年ね、しっかりとね、すっきりとはっきりとバッチリとね、1年間決めていくためにですね、一回2022年をね、じろ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 こう振り返ってみたいと思います。というわけで今回は、2022年大反省会バイトールイントゥールオブトール一回反省することで、帰り見て反対するん帰り見て反る。帰り見て今の自分から反る。ということで、今年をね、どんどんこう、いいものにするためにね、去年の反省を振り返っていきたいと思います。まとめてきましたので、皆さんに紹介します。なぜか紹介します。聞いてください、正月早々、俺の反省を。皆さんもね、僕の反省を聞いてね、もしかしたら自分に当てはまるところがあるかもしれないですね。自分のない反省もこう、自分とことと、もうね。では行こう。まずは一つ目の反省。ぶわー。太りすぎー。太りすぎました！太りすぎです。戦闘太りすぎ将軍。どういうことかと言いますと、まあね、私ね、身長がね、161ぐらいとね、大体思いながらね、日々過ごしてきてるんですよ。身長低いことはね、別に何の思ってないし、むしろなんかトレードマークみたいな、チャームポイントみたいな、グランドハイエースみたいに思ってるんですけど、ただ、太った！人生最高体重を記録いたしました。それがなんとですね、161センチで私、70キロの数字を見ました体重計でーす。素晴らしい。この服着てね、結構隠せてる感あるんですけど、まあ、僕はね、ブリンブリンなんですよ。まあまあ、言い訳をさせてもらうと、もうぎっくり腰をしてからかなり動かなくなったっていうのと、まあ、ストレスがなくなったっていうのは相当あります。皆さんどうですか？自分の最高体重オーバーしておりませんか？ただちょっと、ここで終わりじゃないのが私。70キロオーバーしたのが、夏前ぐらいだったんですよ。で、そこでね、俺は大きく反省いたしまして、なんと、ジムに行き出しました。ただただこんなんしたらこんなんするだけだったらね、僕すまないと思ったんですけど、プールがついてるね、ジムにね、なんとか行くことができましてね、こう、プールめっちゃ泳ぐことと、もちろん、食事をですね、お腹いっぱい食いつつも太らねえぜみたいなのをちゃんとこう、YouTuber さんたち、ありがとう、リュウジ、ありがとう、ダレウマ、この二つのチャンネルがですね、しっかりいろいろ教えてくれて、そちらを学びつつですね、ご飯をね、オートミールにしたりですね、大好きな焼きうどんを全然食わなくなったり、そういうことをすることですね、なんと今ですね、体重、現在1月最初頭地点で、62キロすごくない？ 8 キロ。今、平均標準推定62キロぐらいになっております。8キロぐらい落とせましたし、健康です。あ、そう、なんで健康かというと、12月の特定健診でですね、まあまあ、完全なやつはまだ出てないけど、なかなか悪くないって言われて、1年前の特定健診からウエスト7センチ下がりました。で、ジムでね、しっかりなんとかっていうなんとかで測ってもらったら、ちゃんとね、脂肪が落ちてる。脂肪を 3.8 キロ落とした。まあ、あの、ダイエットしてるから若干筋肉も少しだけ落ちちゃうんですけど、脂肪を 3.8 キロ落とすことができました。脂肪のお知らせです。脂肪のお知らせ。というわけで、第一の反省、太りすぎでしたけども、まあ、反省はね、もう試み出してですね、いい調子なんで、これからもどんどん頑張っていきたいと思います。次の反省は、まだまだでも、大きく課題として残っております。整いました。次の反省はこちら！ダーン！スプラトゥーンしすぎー！あー、ゲームです！テレビゲームでございます！ビデオゲーム！しすぎました。夜中になるとですね、東京とか遠いところのね、友達とね、LINE しながらですね、もう、さあっつってね、集まってね、1、2時間やっちゃうんですよ。これはね、楽しい。楽しいんだ。やりすぎちゃうの。他にもやりたいことがね、いっぱいね、こう、縦列渋滞してるんですよ。縦列渋滞。なのに、毎日その楽しいのスプラトゥーンにいっぱいこう、時間作っちゃってね、何もこう、重ねられないんですよ。僕のやりたいことがこう。有名な話ありますよね。これね、大学教授がするやつ。なんか、壺が1個あります。その壺の中に石を入れていきます。もう満帆ですか？いや、まだ砂が入ります。いや、まだ何々が入ります。みたいな。小石なら入ります。みたいな。実はその壺はあなたの時間です。みたいな。あなたが使える時間ですと。
最後にですね、もう砂でいっぱいになったそれもう入れれるんだろうと思っても、いや水なら入れれますみたいな、大きいことからまずやって最後に細かいことを余った時間にやっていこうみたいなね、教訓なんですけどね、ゲームは水です。もうすべての隙間時間に入ってきます。もう何も入らん、全部何入れても溢れる亀から、ゲームは水です。もうすることないよっていう時にやるやつです。楽しい、でも楽しいって、一人でやるならいくらでも我慢できる、友達とやるの楽しすぎる。もう影響は出てるんですよ。 YouTube のね、頻度がねガン下がりしてる。去年 YouTube ね100本近く出したんですけどね、今年ね80本しか出してない。しかもショートと生放送も合わせて、これはね一重にねモンハンスプラポケモンのせい、この三大最強のせい。楽しい。これ見てね、もうじゃあやめとこうかとか思わないでほしい。すごく楽しいので、ちゃんとバランスよく、今日はやろうとか、今日はちょっと YouTube の動画の方したいなとか、こうバランスのいいゲーム生活。今年実はね、遅寝早起きがだんだんできるようになってきました。ゲーム、夜使うなら朝早起きして朝動画作る時間にするとか、どうしてもそのゲームの時間したいんだったらしていいから、その他のもったいない YouTube をダラダラ見る時間とか、そういうのをですね、減らしてやっていきたいと。もちろんインプットは大事なんですけど、アウトプットの時間をしっかりとっていきたいなと思います。今年は読書とかもやっていきたいと思いますんでね、より伸びていくためには時間を、この亀をしっかりとうまく使っていきたいと思います。二つ目、スプラトゥーンしすぎでございました。それでは堂々栄えある第1位は1位じゃない。こちら、バーン、金なすぎー。やばいです。金なすぎです。まあもちろんね、私のせい 99.9% でございます。私がもうですね、まともな働きをしたくないというクソみたいな信念のもと生きておりますのでですね、そのせいでですね、自分が金を生み出す存在にならないといけないっていう茨の道にね、踏み込んでいってるんですけどね、まあそれは楽しいんですけど、いかんせん今年はなかった仕事が。あんまりね、別のもののせいにしたくはないんですけどもね、コロナウイルスだったりとかですね、僕はゲストハウスをやってるんですけど、メインで使ってたお風呂屋さんがですね、もう無期限休業、もうほぼ潰れ状態になってしまったりですね、お泊まりの仕事もほとんどできなかったんですよね。まあ今はちょっと軽く再開はしてますけども、プラス動画のお仕事もねほとんど来なくてですね、私1月から3月までの動画のお仕事来たとか、コロナの支援金とかですね、それだけでほぼ生きてきました。しんどい、もうない、もうお金がない、マジでない、みんなさんが思っている以上にない、これ以上僕から税金を取らないでほしい。というわけで、これがもう大反省です。でもお金がないの人のセンスじゃなくて、僕がもっとねこうアピールしないといけなかった。こういうことができるんで仕事くださいと、もう頼む、助けてくださいっていうのももしかしたら大事、言えばよかった。別に金くれって言ってるわけじゃない、お仕事をしますって言ってるからね。というわけで、今回2023年は反省としてもっとこう前にアピールしていきます。いろんな人に会いに行きます。やっぱこういろんな人にこう出会うことで新しいいろんな話があるかもしれないですし、いろんなたくさんの人に会いに行きたいと思います。もう一つですね、もう自分のスキルをガンと上げます。動画編集はもちろんのことですけどもね、アフターエフェクトっていうですね、まあアニメーションだったり CG だったりの勉強も始めまして、今ちょっとだけ小さいそういうね、こうアニメが絵がこう動いたりするっていうね、お仕事も受けてね、動かせるようにねなっていきましたんで、そういう自分のこの技も広げていって、自分のこの信頼、 YouTube もねバンバンしていくことで、僕のこの顔も上げていくことで、顔上げ、こちら金なすぎ問題、これさえクリアすれば僕は今もう何の人生にもう一つの文句もないぐらい幸せになれます。これだけで不幸になれるぐらいの大きいものなんですけど、こちら大反省、僕一番の反省です。金なすぎでございます。こらこらこら、というわけで皆さん、2023年初頭からですね、冒頭からですね、反省から始めるというね、皆さんのね明るい気持ちに溝を刺すようなねですね、そういうことをやってしまいましたが、これもねとってもとっても大事なこと、皆様ね、もしですねぬるっと2023年迎えてしまっているあなたがおりましたですね、一回反省してみてください。一回振り返って反省してみたら、それがまだ2023年のですね、キラキラ輝かすですね目標がね生まれるかもしれません。というわけで今回のね、この3つの大反省、私これね2023年はいちゃいちゃね生かしてですね、2023年さらに大きな1枚2枚3枚4枚、そんな大きな男にね、いや男にねなっていきたいかなと
思っております。いやなります。この YouTube のね、もうやりたいことをやってやれの精神でですね、もっとね気軽な YouTube もねどんどん増やしていきたいと思いますね。皆さんね、よかったらね、肩の力を抜くやつと抜かずに見るやつを両方ね出していきます。もう思いますとかあんま使いたくない、出していきます。これからもツヤツヤツヤだけ、そしてみんなの縁側大丸屋、そして私小西徹をですね、旧姓富永徹をですね、よろしくお願いいたします。2023年楽しく皆さんやっていきましょう。もしよかったらみんなの反省とかもコメントとかで言ってくれたら、僕がいい感じで励まします。ではバイバイ、そしてよろしく今年も明けおめー。